富士見村は、群馬県の中部に位置した赤木山の南面に広がる村である。2009年5月5日に、前橋市に編入され、廃止された。関東平野の北西端にあり、赤木山の山頂周辺から南側にかけて南北に、長い村域である。赤木山の山頂には、大沼、大沼と呼ばれるカルデラ湖があり、周囲には、 水場症などの鉱山植物が生息する、里島園という出現がある。陶器における大沼での若サギ釣り、その周辺の白樺や筒ツ子ツが有名である。四季を通じて、これらの自然に彩られており、多くの観光客が訪れる。村の北半分は、人家は、ほとんどなく大部分が森林なのに対して、南半分は、緩やかな丘陵地帯であり、 畑作を中心とした都市近郊農業地帯である。南側と東側は県と前橋市に隣接しており都市部から住民が流入、人口が増加し、全国で4番目に人口の多い村であった。2001年末に新潟県にて行われた前橋広域県ご市町村の市長による会合にて合併とクレー法期限内に、 熟度の高まったところから順次合併という方針が出され、藤見村を含む前橋地域合併が動き出した。八彦会談では実質的には4町村が前橋市に編入ということで大筋合意していたが、藤見村議会から待ったがかかる形となり、2002年に前橋広域圏の任意合併協議会が開催されるも参加しなかった。 当時の関口村長が議会の圧力もあり自立を表明。このため村長は住民によるリコールで失職する。このリコールにより村民から前橋市との合併という民意の維持表示がなされたにもかかわらずその後就任した星野村長は当初中立というスタンスを取り再度住民投票という形で民意を問うこととなった。結果 合併賛成が63%となり、ここでようやく前橋市との一市一村で法定合併協議会を設置する。他の町村との合併協議会に加わらなかったのは、この時点ではまだ議会が合併に難色を示し、先行きが不透明で他の町村に迷惑をかけないためである。前橋市と大後、宮城、春川の各町村の合併協議は順調に進み、 2003年秋に合併調印。この一丁に村は2004年12月5日に、前橋市に編入された。そして、前橋、藤見の合併協議も2004年月に、2005年5月1日、前橋市に編入合併で、決着、調印された。しかし、その後藤見村議会は民意を無視して、合併に反対。二度出された、合併議案を共に否決し、 星野村長は自立を表明した。合併破断後、前橋広域県行政の消滅に伴い、消防など一部行政を前橋市へ事務委託しようとしたが、前橋市が一方的な合併破棄を理由に難色を示し、結局県などの仲裁により委託を取り付けた。その後、合併協議会は解散し合併上院も取り消された。これらにより、富士見村民は、 広域県行政下で優遇されていた前橋、市営最上利用料や私立高科大学入学料をはじめとする優遇措置を廃止され、前橋私立図書館の利用も市内に通勤、通学する村民以外は原則不可とされた。また10年間の投資的事業費が合併時の70億円に対して合併しない場合130億円見込めることが自立の論拠の一つとされたが、 実際には2005年度の投資的経費は計画の半額であり、議会は紛糾した。しかし、2007年4月の村長選で合併推進派の福島節尾が当選、村議選でも合併推進派の勢力が拡大したことから、前橋市との合併に弾みがつき、2008年1月15日に合併協議会が設置され、2009年5月5日に、 前橋市に編入合併で決着をつけた。データは平成18年度。地方債の残高地方債残高の合計120億2000万円。富士見村で使われていた大技は、下記の通り、前橋市に合併された際、春川村と同じように、前橋市、富士見町のようになった。村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合、最寄り駅として距離が近いのは、 JR 東日本上越線群馬総社駅や、八木原駅だが、列車本数やバスとの接続等の面で、利便性が高いのは、同両毛線前橋駅となっている。ありがとうございます。